食べるときには口を大きく開きます。口の中を覗き込んでみると上下の顎に白い平らな歯が生えているのが見えると思います。この頑丈な歯を使ってたとえ殻付きのままの貝を与えてもバリバリと噛み砕き中身だけを上手に食べることができるんです。しかし今日はお姉さんが殻をきれいに剥いて持ってきてくれたのでとっても食べやすそうにして